ありがとうございます。オカリナ一本で弾くとこういうメロディー音なんですけど、次はですね、今朝ちょっと朝コーヒーを飲んでいたら、離れて暮らす前田町、同じ姶良市にいるんですけど、次女がふらりとおはようって来て、この子もちょっとだけですけど、オカリナをしたことがあって、ちょっと練習してみるって言ったら、意外と受けたりしたので、急遽参戦なんですけど、二重奏、オカリナ2本で二重奏をすると、またすごくいい音色になるので、ここからは数曲、次女と演奏してもらいます。では、ポンちゃんどうぞ。一旦切れば。ありがとうございます。オカリナ日本だとこういう感じで20層とか30層とかいろいろあるんですけど、私も久しぶりに今日20層をして、やっぱりオカリナ1本もいいけど複数もいいなって改めて思いました。次の曲は Believe っていう曲なんですけど、ちょっとお待ちください。
ありがとうございます。それでは最後の曲になりました。オカリナ、私はこの地元で演奏することがすごく夢というか目標というか、いろんな方にオカリナの音色で癒されてもらい、そして元気を出してもらって、まだまだですね、そのコロナだとかインフルエンザだとか今からそういう時期になってちょっと気持ちが落ちそうになる時でも、あとそうですね、今年も2ヶ月ですけど、このオカリナを聴くことで一人でも心が明るく前向きにいけたらなっていう、そういう気持ちで演奏しています。またですね、地元でいろんなところでこれから演奏していきたいと思いますので、また機会がありましたら聴いてください。オカリナちゃんとあと次女の萌えでした。最後の曲は花は咲く、東日本大震災の復興支援局の一曲になります。花は咲くで最後にしたいと思います。ありがとうございます。